の中にばっかりいることがやっぱ多くなってるのでね、たまたま今見かけたので気分よく見ておりました。桜のような明るく華やかな家庭にしていきたいと思います。2人で支え合ってどんなことも乗り越えられるような夫婦になりたいと思います。